かっくんテレビ。本田ひとみの Heat Me。ベイ FM 走らないとビズ AKB48 をお聞きの皆さん、こんばんは。AKB48 向井チームへの本田ひとみです。本田ひとみの Heat Me、 皆さんお元気ですか？さてさて、昨日からスタートしました。日本テレビ夜10時から新土曜ドラマ最高の教師、皆さん初回ご覧になっていただけましたでしょうか？と言ってもですね、今回はスケジュールの都合上で収録がこの初回放送の前の段階なので、ちょっと私もまだ初回を見れておらずドキドキなのですが、どうだったでしょうか？ね、でもすごく面白いですよね、内容的に。学園ドラマってすごく最近のものだと明るく恋愛系のっていうものが多いと思うんですけど、今回はすごく緊張感もありつつ、でもその中でも松岡さんが演じる九条先生のもう誰もが共感する胸に響くようなメッセージ性のあるこうセリフもたくさんあって、そして、あ、そう、私はですね、座席が後ろから2番目で一番窓側の席なんですけど、やっぱりね、金髪って私だけだからどうしても目に入りますね。うん皆さんもだから見つけやすかったかなと思うんですが、2話以降もぜひぜひ私のこと見つけてみてください。そしてテレ東音楽祭も皆さん見ていただけましたでしょうか？フライングゲットではセンターをやらせていただいてね、すごく嬉しかったです。私仮面リハに参加できなかったので、もうぶつけ本番だったんですけど、でもなんとかやりこなせたので、はい、良かったなと思います。これからも音楽番組たくさん出れるように頑張ります。本田ひとみの Heat Me。 さあ、ここからはヒーミッションをお届けします。今回のミッションはあなたのヒーコレクションです。では紹介していきましょう。まずはラジオネームあやこさんからのメッセージ。ヒー関連グッズやコレクションを自慢するミッションなんて怖い企画だと思いました。オフィシャルじゃなくて自分で作ったグッズも大丈夫？ヒーにまつわる出来事って、これはどうやってコレクションになるんだなどなど、余計な考えからたくさん浮かんだし、私にある珍しいグッズならアイズワンデビュー当初のロングダウンサレワイベントのサインポラロイドです。 AKB に復帰した今も使っているヒーの新しいサインが、定立する前にサインしたのか栃木のサインになっているというのが得意点ですよね。アイズワン活動期の栃木サインだなんてレアじゃないですか？下にハングルで名前も書いてありますが、今は私よりずっとハングルも上手なヒーだけど、この時のヒーは一画一画字を書いたというのが感じられて、もっと愛らしいです。韓国とアイズワンの活動を経て、今に至ったヒーがこれからもずっと夢を広げて成長できることを応援しながら祈ります。というメッセージいただきました。本当だー！これ写真もつけてあやこさん送ってくださったんですけど、めちゃめちゃ懐かしいですね。これ確かアイズワン決まって一旦帰国して、でまたすぐ韓国に戻った初日に撮影したのがサレワだったんですよ。でまだサインも新しいの考えてなかった時だったので、とりあえず書こうって言って栃木のサインを書いたんですよねえ、今考えると本当に懐かしい。確かに韓国でなんで栃木のサインって思いますもんね懐かしいです。これはとっても貴重だと思う。これしか書いてないんじゃないかな、栃木のサインね。あやこさん、一生大事にしてください。続いてラジオネーム日々智弘さんからのメッセージです。ひーちゃんこんばんは。今回めっちゃ悩みましたが、ひーちゃんに会いに行く時の長年の相棒を紹介したいと思います。それはひーちゃんがチームエイトの初期の頃、いつぞやのイベントでサインをしてもらった押し打ちわです。今のサインはアイズワン活動時に変更したものですが、それ以前は栃木県をモチーフにしたものでしたね。今でもこの栃木県のサインめっちゃお気に入りなんです。この押し打ちわはこれまでひーちゃんが出演したイベント、劇場公演、コンサート、そして見てもらう機会はないのですが、お話し会でも常備しています。いつも積運が悪くて後方で見ることが多いのですが、お見送りの時に見えてたよーって声をかけてもらえるだけで、そのひーちゃんの優しさに救われてました。
そしてもう5年前になりますが、 AKB48 グループにとって最後の選抜総選挙でひーちゃんがランクインを叶えてくれて、ランクインコンサートではひーちゃん推し席に練り歩きしてくれた時に、ひーちゃん自ら推しうちわを手に取って写真を撮らせてくれました。泣きそうなくらいめっちゃ嬉しくて、今でも自分にとって大切な宝物の一つになっています。推しうちわを作ってもう8年、かなりガタが来ていますが、これからも大切な相棒と一緒に会いに行きますね。相棒ともどもよろしくお願いします、というメッセージいただきました。そう、ともひろさんいつもこのうちわ持ってくださってて、しかもめちゃめちゃ見えやすいんですね、このうちわが。だから本当に後方でも見えてたよって、あれは優しさじゃなくて本当に見えてるっていうことです、あの信じてください。そう、昔はね、あの AKB 私物サイン会っていうイベントがあって、そこで確か書いた記憶があるな。ね、本当にずっと肌身離さず大切に持ってくださってるのをいつも知ってるので、とても嬉しいです。これからもね、壊れないように大切に現場に持ってきてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。続いてラジオネームブルゴさんからのメッセージご紹介します。他の誰も持っていないようなひーちゃんグッズは僕にはありません。オンラインお話し会の特典でなかなか当たらないサインを1回もらえたことがあり、宝物にしています。ただ他にも当たっている人はいます。そう考えると僕だけのひーちゃんのコレクションといえば、お話し会でひーちゃんと交わした会話一つ一つですね。お話し会ではひーちゃんへの応援と励ましと感謝を伝えたいのですが、僕の会話が拙いせいでどうでもいい話をしてしまいます。それでもひーちゃんは優しく話に付き合ってくれて、思いがけず嬉しい言葉をかけてくれるのが僕の励みや心の支えになっています。そんなひーちゃんとの会話の記憶が何よりのひーちゃんコレクションです。わあ、すごく心が温まる素敵なメッセージありがとうございます。私はブルゴさんからいただくお手紙がすごく大切なものです。ツイッターとかでもひーメールの返信返してくださったり、本当に人の良さが伝わる文章といいますか、いつも私の胸に響くジーンと来るようなメッセージを私にくれて、誰にも持ってないようなグッズないって言いますけど、でも私こそブルゴさんとさせていただく会話一つ一つが誰も持ってないような会話のコレクションですし、これからも忘れない大切なものにしていきたいなっていつも思ってます。これからもたくさんお話し会とかでも楽しいお話しましょう。ありがとうございます。続いてラジオネームラームさんからのメッセージご紹介します。ひーちゃん、私一番自慢のひーコレクションは自分で作った推しノートです。今はひーちゃんコレクションになりましたけど、私日本語があんまり上手じゃなくて、お話し会で自分の気持ちを日本語でちゃんと伝えるのは難しいと思ったので、これを作ってみました。ひーちゃんの好きなところとか尊敬するところとか、最初ひーペンになった時から今まで印象的なエピソードとか全部そのノートに書きました。いつもひーちゃんからいっぱい力をもらっているから、私も何かをやってひーちゃんの力になりたいと思っています。だからこれが私の大切なひーちゃんコレクションです。いやー、ラームちゃんありがとうございます。私のファンの方の中では有名人ですけどね、ラームちゃんはそう、私ラームちゃんからアイズワンの時のオナエリックダイアリーっていうアルバムがあったんですけど、そのアルバムをちょっと改造してシール帳みたいな感じにして、私への愛をたくさん込めてくれたひーコレクションを作ってくれて、それをね、事務所に送ってくださったんですけど、本当にね、1ページ1ページが愛に溢れすぎてて、めくるたびに涙がもう出そうになりました。最初見た時、私も本当に毎日いろんなことをやってて、どっちかっていうと落ち込むことの方が多いですけど、でもこういうね、ラームちゃんからもらったプレゼントを見ると、こんなにも自分のことを大切に思ってくれて、家族のように愛してくださる人がこうたくさんいるんだなって思って、また明日から頑張ろうっていう活力にもなるので、私にとって大切なコレクションになってます。いつもありがとう。皆さんからたくさんメッセージいただいて、もう写真付きで送ってくださる方もたくさんいらっしゃったんですけど、もう全員を紹介したいぐらい、でもね、時間の関係で紹介できずにちょっと惜しいんですけれども、
いいですね、この企画第2弾やりたいぐらいです。はい、その他にもラジオネームドゥムチさん、カヌレさん、ニコニコテラッキョさん、カックンテレビさん、浅草のイサオさん、ムラッシーさん、ナッカーさん、ジソンジソンさん、ヒンメルさん、アンちゃん、シュマッチさん、他たくさんのメッセージいただきました。ありがとうございましたね。本当に世界各地の方から送ってきてくださるのすごく嬉しいです。ありがとうございます。さて、次回のヒーミッションは、あなたの夏の思い出です。はい、ちょうど1ヶ月後なので夏の思い出を語るのにいいかなと思ってこれにしました。もしくはあなたの好きな夏とかでもいいですよ。私におすすめしたい夏の出来事とか、例えばお祭りとかね、地元のお祭り、ぜひぜひ教えてください。リスナーの皆さん、ファンの皆さん、次回の He to Me のミッション、メールは akb@bayfm.co.jp akb@bayfm.co.jp、 件名には He ミッションと書いて送ってください。またツイッターでも OK です。つぶやくときにはハッシュタグ He ミッションでお願いします。He はひらがな、いは小さいいで、ミッションはカタカナです。詳しくは走らないとウィズ AKB48 の番組ホームページでどうぞ。次回は8月20日の放送となります。ミッションは8月8日24時までに送ってください。次回の本田ひとみの He to Me もお楽しみに。それではスタジオのミーヨンさん、そしてゲストメンバーさんにお戻しします。というわけで以上、本田ひとみでした。バイバイヒー、かっくんテレビ。